はい、というわけで、どうもこんにちは、チャリキャンの塩と申します。私は現在どこにいるかと申しますと、こちら旧身延町立下部中学校の方にいます。そうです、本栖高校のところですね。アニメゆるキャンの、モデルの高校となっている、本栖高校のところになっております。正面玄関にはね、このように5人がお出迎えしてもらってくれてます。いやー、もうなんか今日一日頑張れそうですね、これ見るだけで。で、前回なんですけども、画面に見えてます通り、ゆるキャンのドラマチック謎解きリゲーム2つの宝地図と思い出の旅ということでね、こちらをやってきました。そしてね、無事、リンちゃんルートとなでしこルートの2つをね、制覇することができました。本日は謎解きゲームの続きをしようと思ってるんですけども、なでしこルートのキーワードとリンちゃんルートのキーワードは手に入れました。しかしですね、リンちゃんルートに関しましては、リンちゃんルートその4である南アルプスプラザの方には、実は行ってないんですね。っていうのも、昨日水曜日だったんですけども、水曜日はね、定休日ということもありまして行けなかったんですね。なので今日行こうかなというふうに考えております。で、それが終わり次第、身延駅に行って、キーワードを伝えて、で、最後の最終問題に解いていくみたいなことをね、やってみたいと思います。ラストボスがね、どうなるかっていうのはちょっと楽しみなんですけども。はい。ではね、頑張っていきたいと思います。で、時刻なんですけども、現在7時24分となっております。朝のね、7時24分なんですけども、まあ、現在がね、もう7月の下旬ということもあって、かなり暑いといった印象を抱いてみました。身延町も昨日、一昨日はちょっとね、雨模様が多かったんですけども、今朝はこのようにすっかりと晴れてね、とても心地のいい朝となっております。高台から見落とす街並みもこんな感じ。いやー、なんか背景が山にあるっていうのはなんか僕の中では結構落ち着くんですよね。こういうところに住みたいですよね。というわけでですね、南アルプスプラザの営業時間が9時からなので、それに間に合うように行ってみたいと思います。それではね、早速行ってみましょう。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、というわけで、南アルプスプラザに到着いたしました。ついにね、人生で初めて早川町に来ました。いやー、すごいのどかすぎる。そしてね、早川町はリニアモーターの工事をしているということで、結構ダンプカーも多く通ってたんでね、いや気をつけたいところではあるんですけども。そして、早速なんですが、ここ南アルプスプラザでは、リンちゃんルートのその4である謎解きが隠されています。で、謎1、謎2、謎3をクリアして、総合問題の方に移るといった感じです。で、謎1なんですけども、こちら、南アルプス、これなんて言うんだろうね。都かな？ちょっとわかんないんですけど、総合案内所って書かれています。で、こちらの地図にヒントが隠されているということでね、早速見ていきましょう。ではね、謎1の方を解いていきたいと思います。チャリキャン。はい。というわけでね、謎2の方が終了いたしました。謎2に関しましては、まあね、コミックスの中の一部がヒントになっているということでね、この南アルプスプラザの中でもコミックスは置いてあるので、わりかし探しやすいとは思いました。で、今、早川町では、観光協会の方から、無料でサービス券の方を渡しているということなんで、こちらをいただきました。でれん、立ち寄りサービス券500円。分が2枚ということでね、こちらは早川町内の、飲食店とか物販店で使えるサービス券となっていて、これでね、合計1000円分の割引ができるということでね、結構でかいんじゃないですかね、1000円分っていうと。ということでね、こちらを手にして、まあ、お土産ちょっと買いながら、3つ目のね、謎解きをしてみたいと思います。ではね、行ってみましょう。チャリキャン。はい、というわけで、謎3のところに参りました。こちらでは右側に早川町の観光地ですね、観光地の案内があります。そしてその左側にね、とある文章が書かれていて、こちらが、ヒントとなっていて、問題を解くといった感じになっております。いやーね、ちょっとこれを読み取った時はうんってなったんですけど、あーこういうことかっていうことがなったんでね、あーびっくりびっくりって言ってた感じなんですけども、というわけでね、謎 1,2,3 が解けました。というわけで、総合問題の方に、解いてみたいと思います。ではね、やってみましょう。チャリキャン。はい、というわけでね、無事に南アルプスプラザの、謎解きが終わりました。ついでにね、先ほど合計1000円分のね、お買い物をしまして、割引券も使いました。で、1個目買ったのがこちら、ナメコですね。こちらナメコの缶詰になっていて、甲州の早川特産品と書いてあります。はい、ナメコ汁とかね、なんか大根のおろし合いが最高と書いてますんで、ぜひね、これで、料理をしてみたいものですね。そして二つ目なんですけども、こちら、こちらまた早川町の名物かな、乾燥の髄木というものですね。芋の茎って書いて髄木って読むんですね。早川町では昔から自然食品として食べてきましたということですね。で、なんか巻き寿司の芯とか炊き込みご飯などにご利用してください。なんか要はかんぴょうみたいな感じですかね。つまりはこんな感じで髄木というものが売ってありました。そして最後に、ゆるキャン関連ということでね、こちらゆるキャンと早川町のね、限定の、クリアファイルを、購入いたしました。はい。女帝の湯とかね、奈良田温泉行きたいんですけどね、あいにく自転車だと遠すぎるっていうのがあるんでね、あと今日は時間的にもきついんで。はい。というわけでね、以上3点を購入いたしまして、合計が1089円でした。はい。で、1089円で、総計1000円分のクーポンを使用したので、残額が89円ということで。え？89円でこんな3つも買っちゃっていいんですかみたいな感じなんですけども。はい、買えたんですよね。いや、僕もちょっとドン引きしちゃいましたよ。店員さんが89円ですねってさらって言うものですから、ええみたいな感じなんですけど。まあ、そんなわけでね、100円足らずでね、3つも買い物ができてしまったということでね、いや、早川町さますますぎんだろ。こちらの、1000円分のクーポンがもらえる期間がですね、7月の16日かな、なんか7月の中旬くらいから始まったんで、割と最近ですね、始まったのが。なんでいつ終わるかはちょっとわかんないんですけども、早川町に寄ってきた際にはぜひね、寄ってみてください。というわけでね、私は次はどこに目指すかというと、美濃部駅の方に、ね、戻っていきたいと思います。で、美濃部駅の売店ですね、改札の構内でキーワードを伝えるということをしたいので、そちらの方に向かっていきたいと思います。ここ
南アルプスプラザから美濃部駅までは約18キロということで、まあ1時間くらいですかね。結構ね、山道を進んでいくと思うんですけども、美濃部駅の方に行ってみたいと思います。それではね、行ってみましょう。